皇帝フランツヨーゼフ一世救命祝賀行進曲作品126はヨハン・シュトラウス二世が作曲した行進曲などの放題が用いられることもある1853年フランツヨーゼフ一世襲撃事件の様子1853年2月18日若きオーストリア皇帝フランツヨーゼフ一世は副官マクシミリアン・カール・オドネル伯爵一人のみを引き連れて ブルク両方を散歩していた。その時、2週間前から暗殺の機会を伺っていた愛国的なハンガリー人の仕立て物しヤーノシュリーベニに襲撃され、フランツヨーゼフ一世は後頭部の骨を損傷する重傷を負った。4年前に過酷なハンガリー弾圧があったことで、一部の求心的なハンガリー人は皇帝に恨みを抱いていたのである。 皇帝暗殺未遂事件が起こったことを知った、ヨハン・シュトラウス2世は、皇帝の命が救われたことを祝って、作品を検定しようと考えた。シュトラウスは、かつての1848年革命の際に、革命側に組みしたことによって、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世ら宮廷側から疎まれる存在になってしまっていた。そのため、シュトラウスは、何とかして、 フランツ・ヨーゼフ一世の歓喜を解こうと皇帝フランツ・ヨーゼフ行進曲や戦勝行進曲などいくつもの体制賛美の曲を作った。この皇帝フランツ・ヨーゼフ一世救命祝賀行進曲もそうした皇帝に検定された曲の一つである。最後の部分には皇帝への忠誠を示すためにハイドン作曲のオーストリア帝国国家神よ 皇帝フランツを守りたまえのメロディーが取り入れられている。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は以下の通りである。小宮 P77 加藤 P109 平田 P52 エムラ P53 小宮 P67 加藤 P110 ありがとうございます。